小原好みの心置きなく。皆さんこんばんは、小原好みです。この番組は私小原好みがいろんなことを心置きなくおしゃべりしていく番組です。本日は1月22日。今日1月22日は何の日か知ってますか？皆さん、私も知らなかった。なんとカレーライスの日だそうです。そしてカレーといえば無印良品ですね。はい、いえ、スポンサーさんでもないですそう、無印良品行くともうね、何十種類ってカレーあるんですよ。ほんとだからぜひぜひこれを機に、いやね、カレー屋さんのお店も美味しいんだよね。うん、さっきスタッフさんと盛り上がってたのが、どんなカレーを食べますかって聞いたら、作家さんがシーフードカレーが好きだって言ってて、でシーフードカレーって言えば何だろうと思った時に、横須賀の海軍カレーが有名で、私一度食べに行ったことあるんですよ。そうそうそう、それがすごく美味しかった。パック牛乳が出てきて一緒に、ちょっと、辛くて美味しかったんですけど、そうそうそう、ぜひそちらも召し上がっていただけたら嬉しいなと思うんですけど、無印で今おすすめは辛くないグリーンカレー、何度も言ってるね、が美味しいです。その他にも美味しいのあります。バターチキンカレーも美味しいです。ぜひぜひ。ちょっとグリーンカレーはシャバシャバ系なカレーなんですけど、気に入っていただけると思うので。で、あと無印はカレー以外にも世界のいろんなご飯が食べたいと思ったら、もう行っていただければ、もういろんな国々のお料理が食べれるので楽しんでいただけるかと思いますよ。はい、ぜひ無印良品に行きましょう。はいということで、そろそろ参りましょう。今回も私のおしゃべりを心置きなくお楽しみください。からいただきました。今年の冬に重宝している防寒アイテムは何かありますか？厚手の靴下。小原好みの心置きなく。改めまして小原好みです。そう、厚手の靴下、外に出るときは普通の靴下なんですけど、で家でスリッパ履いてるのね。だけど私すぐ靴下はすぐ脱ぎたい派なんですよ。ただやっぱスリッパだと寒くて、で、なんかそんな床暖房とかのお家でもないから、なんかいいのないかなと思ったら、厚手の靴下がいいかもと思って引っ張り出して履いてみたら、もう無敵だったから、あ、足を冷やさないってやっぱ大事なんだなと思って。あとは電気ヒーターを出して今家でつけてるんですよ、自分がいる時に。そしたら私じゃなくて、その電気ヒーターの前に2匹が集まってきて、そこでのびーってなって寝てる。やっぱあったかいところがいいんだなと思って。でもなんか恐怖心がないのかさ、マシュがすんごい近くまで行ってそこで尻尾振ってるから、当たったら危ないじゃん。だから話すんだけどまた近づくから、どうしたもんかなって今考えてる。はい、ってことで、じゃあ普通歌読んでいきますね。はい、ここネームハーチさんからいただきました。ありがとう。ココちゃんこんばんは。こんばんは。突然ですが、ココちゃんに質問があります。ん？ココちゃんのインスタの投稿がもうすぐ1000投稿到達しますが、あー、そっか、記念に何かやる予定はありますか？いつでも何時でもいいので、23年中にまたインスタライブをしてほしいです。短時間でもいいので、お体に負担のない程度でご検討よろしくお願いします。私はまだ生でインスタライブに参加したことがないので、いつかココちゃんのライブを生で見てみたいです。なるほど、ありがとうございます。そう、インスタライブ定期的にじゃない、突発的に何度か今までやったことがあるんですけど、そっか、もう1000、今いくつなんだ、いくつなんだ、多分、まあでも そのぐらいの数にいってんのか。何しようね。なんかさ、 YouTube でムーンの会員さんになってる方に
が見れる、月一の配信があるんですけど、そっちもあるしなと思ったけど、でも、いいね、インスタライブやろうかな、じゃあ。23年中。1000到達したらじゃあ、やるか。何がいいかな。なんかやってほしいことあったら、ぜひ、今、ハッシュタグココラジでつぶやいてください。無理のあるようなことはつぶやかないでね。はい。ココネームりょんりょんさんです。ココちゃんこんばんは。こんばんは。1月1日の放送でオーディションに落ちてしまった時は連絡が来ることはないと話していましたね。それを聞いて事務所さんによって連絡方法が違ったりするのは興味深いなと感じました。そもそもオーディションってどうやってエントリーできてどんな風に進んでいくのか全く知らないなと思います。そこでよろしければオーディションが始まるところから結果を知るまでの一連の流れを教えていただけないでしょうか。なるほど。オーディションね。声優のオーディションの大体の流れなんですけど、まあ、じゃあ、とある作品をやりますってなった時に、その制作会社さんがいろんな事務所さんに、資料を送るんですよ。こういう作品を、作ります。で、制作期間はこの時期からこの時期です。で、放送時期はこのくらいの時期を予定しております。のスケジュールに合う方で、オーディションを受けてくださいっていう風に、なんかいろんなキャラクターがこう、受けてほしいキャラクターの資料がバッて届くのね。セリフとともに。そしたら、大体ですよ。事務所さんの、デスクさんとか、あとマネージャーが、それぞれのこの役は、この人が合うんじゃないかって言って振ってくれんの。で、それぞれの役者さんに、いついつにオーディションがあるので、受けてきてくださいって言われて、で、オーディションも2パターンあって、テープオーディションだと、一回事務所で、もう各事務所さんに大体取れるブースがあるのね。で、そこで担当マネージャーさんと、その役者の1対1で、ボイスを取りますっていうのがテープオーディション。で、スタジオオーディションですって言われた時は、もう、現地に行って、で、監督さんだったり、音響監督さんだったり、あと、はたまた原作者さんがいたりとか、もう、その作品を作るスタッフさんが集結しているアフレコのスタジオで、一人一人、もしくは掛け合いだったら掛け合いの方と、オーディションをするっていうのが大体かな。で、受ける。で、結果が出るのはその作品によってなので、決まりはないです。受けてすぐ結果が出るものもあれば、もう結構かかるっていうのもあって、っていう感じ。で、うちは、受かったやつは、マネージャーさんから連絡が来る。この役で決まりましたよって、いついつからお願いしますって言われて、で、作品に挑むっていう流れかな。だから、この作品、自分はダメだったけど、どなたになったんだろうって思った時に知るのは大体PV とかの発表のタイミングで知る。あ、この方なんだ、ふんふんとか。そういう感じかな。だからなんかさ、みんな、ニコ生とかイベントに登壇した時に何々役のっていう風にこう言ってると思うんだけど、やっぱオーディションを経て受かってる方々だから、それはそれは嬉しい気持ちでこう表に出ているだろうし、あとはその責任を持ってその役を全うされているだろうから、みんなやっぱそのオーディションを通じてその役を勝ち取ってるから、すごいことなんだよね。本当に。だから、私、役者さんといつも言ってるけど、なんか、毎回毎回就職活動してるようなもんだよねって言ってる。私たちのお仕事って楽しそうに見えるけど、オーディション受かんなかったら仕事がないから、そう、だから、毎回毎回、でもそのオーディション受かっても、ワンクール ?3 ヶ月間の収録期間か、もしくはまあ、ツークールとか、フォークールとか今いろいろあるけど、その、クールによってやっぱ終わってしまうから、やりながら、収録しながら別作品のオーディションを受けてっていうのを大体並行してます。ずーっと。そう。ね。ぜひ、今、推しがいるあなた、
ぜひその推しを全力で応援してあげてください。結構シビアな世界ですよはい、じゃあ続けて読んでいきます。ココネーム勇者王さんです。ありがとうございます。ココちゃんこんばんは。こんばんは。年末年始実家に帰省した時のとある日の晩御飯がおでんだったのですが、いいな。実は僕の地元にしかない食べ方があります。それは生姜醤油につけて食べることです。調べてみたら全国探しても兵庫県姫路市でしかこの食べ方はせず、姫路おでんという固有の名称がついていました。子供の頃からずっとこの食べ方をしていたので、上京したての頃はなんでないんだろうと思ったものです。ココちゃんはおでんの好きな食べ方ありますか？もし気になったら生姜醤油もお試しあれ。すぐ試します。今家におでんあるんで。生姜じゃ絶対美味しいじゃん。へえ。私はでも家で食べる、実家で食べてたおでんも美味しかったんだけど、学生時代セブンでずっと、セブンイレブンでアルバイトしてたってのもあって、小原はあまりからしはつけないんですよ。ただ味噌があったと思うの。茶色のなんか、セブンにある、あの味噌がすごく好きだった。バイト終わりにちっちゃいカップにこんにゃくと白滝と大根かなと卵かを入れて、そんなに入んなかったかな買って、こんにゃくと白滝は絶対その味噌をつけて食べてた。あの白滝ってみんなどうやって食べてた？あのセブンの白滝って、あの紐状になってるやつをまた別のこんにゃくで作ったなんか輪っかでこう軽く止めてあるぐらいのやつなんですよ。あれ？今もそうなはず。そう、だから食べるときにちょっとほどくと普通に麺みたいになるんですよ。だからそうやって、あのバイト上がりだからそんなにジャンキーなものは食べれないなと思って、あのちょっとラーメンじゃないけどみたいにして食べてた。はい、今多分おでん売ってる時期だもんね。気になった方はぜひ食べに行ってみてください。でも生姜醤油試してみるね。ありがとう。ではでは続けて、ココネーム春巻さんです。ココちゃんこんばんは。こんばんは。炊飯器を新しくしたのですが、炊けるまでの時間が長くなってしまいました。味はいいのに。ココちゃん最近想定外だと思ったこと何かありますか？時間が長くなっちゃったんだ。でも早炊きよりちゃんと炊いた方が美味しいよね、ご飯って。私はね、圧力釜を一昨年になるのか、ゲットしたんですけど、残念なことにずっと使うことなく、あのキッチンのあの棚にいらっしゃったんですよ。でももう使うのは良くないと思って、1回目は川越からさつまいもが届いたので、それをふかすのに使いました。で、いろいろ家をこうなんか荒らしてるじゃない、整理してたら整理してたらその圧力釜のレシピ本が出てきて、で、私は圧力釜は扱えないな、どうしようって思ってたら、そのレシピ本があったから、ちょっとよしやってみようと思って、去年の話なんだけど、カレーとロールキャベツを作ったんです。で、私ロールキャベツの作り方がちょっとよく分かってなかったから、まあ、YouTube さんとかに頼りながらやったの。知ったらさ、めっちゃ短時間でめっちゃ美味しいロールキャベツできて、嬉しい意味で想定外すぎてさ、もっと時間かかると思ったんだよ、ロールキャベツ。まあでも圧力釜だからだよね。すごい短時間でできて感動した。でも本当はもっと圧力釜いろいろ活用できるんだろうな。なんか今年もちょっといっぱいいろいろ作れたらいいなって思います。ではでは続けて読んでいきます。ココネームチャリンコ少女さんです。ココちゃん、スタッフの皆さん聞いてください。どうしたの？先日電車でハートの吊り革に遭遇しました。何やらそれはどの鉄道会社も全車両でたった数個しか作っていないという激レアなものらしいのです。しかもそのハートの吊り革は、見つけたら幸せになれるとか、
好きな人と一緒に掴んだら永遠に結ばれるなんて都市伝説もあるとかないとか。私も好きな人と一緒に掴んできましたよ。ん？誰かって？気になりますよね。同性の幼馴染です。かわいいな。ココちゃんとスタッフさんとココラジリスナーの皆さんに幸せのお裾分けです。2023年も皆さんが素敵な1年になりますように。かわいいリスナー。ハートの釣り缶見たことありますか？なんか私見たことない。いろんな鉄道会社さんでってか山手線とかでもあんのかな、どうなんだろう。でもこれあったら目立つよね。掴んでみたい。あ、なんかね、都内限定かな、電車じゃなくてタクシーなんですけど、あの何千台のうちの5台にしかない、なんかピンクのアンドンのタクシーがあって、あのタクシーの上ってなんかライトあるじゃないですか。あれがピンク色になってるやつで、ちょっと桜の形してるやつだったかな。そう、私最初の2年ぐらい前、それもココラジの収録に向かってる時にタクシー乗ってて、で降りる時に普通にこうお金払って、そしたらおもむろにタクシーの運転手さんがなんか名刺サイズのカードを取り出して、あのよかったらこちら受け取ってくださいって、なんだろうと思ったら、お客様が幸せでありますようにとか、幸せなことが起きますようにって言って、何ですかこれって言ったら、いやそういう実はものがあって、このタクシーの上についてるアンドンがピンク色なんですよとかって説明をしてくれて、あそうなんだ、写真撮っていいですか、あどうぞどうぞって言われて写真撮ったんだけど、そう、そういうのもあって、なんか日頃こう日常的に使う乗る何かって、なんかそういうちょっとした幸せを感じられるものって溢れているのかもしれないなって思っていたら、このメールが来たから、やっぱいろんなところにこういうのあるんですね。ちょっとみんなで普段の生活の中でなんかほっこりできるものが増えていくといいな。はい、ということでふつおたはここまでとさせていただきます。ここからはこちらのコーナーをお届けします。ココちゃん日記。このコーナーはココラジのアイドルココちゃんの日常を 2,3 行の日記形式で送ってもらうコーナーです。自分でアイドルっていうの嫌だからローテンションでいきます。毎回コーナーの最後にその日の一番私の心に響いた日記を1枚選び、その分をイメージした絵日記風イラストを描いてツイッターに投稿します。今回は、昨日1月21日の日記をご紹介しますということで、じゃあ何つか読んでいきますね。まずはココネーム春巻さんからの日記です。1月21日、今朝は寒すぎて毛布にくるまって仕事に向かったよ。もふもふであったかかった。人として終わりやろ。毛布にくるまってまでわかるけど、それでさすがに仕事はいかないな。では続けて、ココネーム予備の予備林さんからの日記です。1月21日、雪が積もっていたからお外で雪遊びをしたよ。途中お腹が減ったから雪に練乳をかけて食べちゃった。周りから雪より冷たい目で見られたけど、満腹になったからオールオッケー。あなたの目には私はこう見えているんですか。なるほど、怖い。では続いて、ここネーム久野島さんからの日記です。1月21日、公園を散歩していたら連日の寒さで池が凍ってたからスケートして遊んじゃった。途中で氷が割れて池に落ちたけど、全然へっちゃらだったよ。やったことはないけど、あの凍ったところをサクサクこう歩くの楽しかったな。では続けて、ココネームキャズさんからの日記です。1月21日、お正月からお餅を食べ続けたら今日体重が100キロになったよ。次の目標は200キロ。ごっつぁんです。はい、あなたはデキンです。冗談です。
やだやだ、100キロ、100キロはないよ。100キロはない。ないけど、お餅って太っちゃうんだね。はい。じゃあ続けて、ここね、上美乃さんからいただいた日記です。1月21日、クリスマスツリーに門松刺したの、まだ出しっぱなしだった。でも片付けるのめんどくさいから、このまま鬼のお面かぶせて、節分の豆まきに使うよ。ここで藤原を超えるものが現れてしまいました。あのですね、私は昨年、クリスマスの25日、かぐや様の舞台挨拶がありました。もう帰宅 してすぐにお風呂に入る前にクリスマスツリーを片しました。まだクリスマス終わってないのに。なんか怖かったんだよね。はい。じゃ続けて、ココネーム、りょんりょんさんからの日記です。1月21日、今日はお休み、動物園に行きました。でも寒いな。どこか寒さをしのげる場所はないものか。あ、ここならいいかも。カンガルーのポケット。みんなこっち見てる。へへへへ。羨ましいのかな。入れないって。しかも、カンガルーのお腹、袋の中って、とてもとてもすごい匂いがすると聞いたことがあります。間違っていたらごめんなさい。では続けて、ココネーム TR ネギトロさんからの日記です。1月21日、もういくつ寝るとお正月って言うけどさ、あと345回寝ればお正月なんだね。早く来い来いお正月。だいぶのんきな小原だな。ブヨブヨになりそうだな。はい、続けてココネームのぶちーさんからの日記です。1月21日今日はお正月太り解消のためにアルゴリズム更新で町内を一周したよ。最初はココちゃんだけで更新してたはずなのに、いつの間にかココちゃんの後ろに大行列ができちゃってた。不思議。ピタゴラスイッチですか。なんかこのコーナーの BGM それっぽく感じてきてしまいました。そんなことないんだけどね。はい、やったな、アルゴリズム更新。小学校の時かな、一歩進んで前習いですよね。やりました。やりますか、今度みんなで。どうなるでしょうね。私の後ろには何人の人がついてくれるのでしょうか。はい、では続けて、これがラストです。ココネーム柿の中のカニさんからの日記です。1月21日人生初のスキーをしにゲレンデに行ったよ。いざ山頂へ。誰かリフトの降り方教えて。先に聞いておくべきでした。ココちゃんスキー場が閉まるまでリフトから降りられませんでした。あれ、リフト乗るの楽しいよね。私スキーやったことないんですよ。あの山登りみたいな、なんだ、高尾山でもあったし、ラベンダー畑前行った時もあったんですけど、あれ楽しいよね。あのさ、なんか観覧車とかもそうだけどさ、あ、揺れると思ったらちょっと揺らしたくなるの。もうね、私と一緒には乗らない方がいいと思う、みんな。はい、ということでこの中から選ぶのか。ちょっと待ってね。じゃあ絶対にないけど、りょんりょんさんにしようと思います。内容がですね、あのカンガルーのポケットに入ったということで、みんなこのコーナーまだ数回しかやってないけど、選ばれる可能性が高いの、何でかわかる、何だかわかりますかね。私が絵にしやすそうなものばかり選んでます。個人的に面白かったのは、なんだろう。あ、でも、上美乃さんとかの門松で節分も面白かったな。怖いね、藤原って。はい。ということで、りょんりょんさんの、この、
日記にまつわるイラストはこの後ツイッター更新されますので、ぜひご覧ください。それでは皆さんに、募集する日記の日付を決めたいと思います。ちょっとくじ引くね。はい、では次回の日付は2月の22日です。2月22日ゾロ目ですね。あ、猫の日なの？やべ、こんなこと言ったからなんかすごいメール来そうだぞ。2月22日のココちゃんの日記を送ってきてください。皆さんからのお便りお待ちしております。小原好みの心置きなく。小原好みの心置きなく、お別れの時間が来てしまいました。この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。宛先はおはがきの場合、郵便番号 105-8000 に文化放送小原好みの心置きなくまで。メールの場合はココラジ @joqr.net、 ココラジ @joqr.net です。ココラジのスペルは KOKORADI となっております。私への質問や普通た何でも構いませんよ。ぜひ送ってください。そしてメールを送る際は郵便番号、住所、本名を忘れずにお願いいたします。今回のステッカーなんですけれども、ココネーム勇者王さんにプレゼントしたいと思います。生姜醤油で食べるおでん気になります。小原やってみますね。普通に生姜と醤油でいいんだよね。やってみますね。ありがとう。そして現在 A&G ショップにて小原好みの心置きなくと白石遥のポカポカタイムのコラボグッズが発売中となっております。ここでしか聞けないダウンロードカードがついております。そちら先着順なので、ぜひぜひよろしくお願いします。そして現在全国各地でかぐや様を告らせたいファーストキスは終わらないが上映中です。上映スケジュールなどは劇場のホームページをご確認ください。ということで、みんなさ、寒さがまだまだ続いている。2月とかが特に寒いよね。なので全然関係ないんだけど、整体とかマッサージとか行ったことない人は行くといいと思う。本当に体ほぐ、体今ガチガチになってる人多いと思うから、そういうところで体ほぐして、寒さ対策して、なんかこう風邪とかひかないようにするといいと思うので、ぜひぜひやってみてね、という話でした。はい、今回の今春の一言は、ラジオネーム斉藤圭介さんからいただいた一言です。もしも街中でばったり私を発見したら、出会ったらだね、私がなんて言うかだそうです。ちょっとリアルかも。あ、違うな。ということで、そろそろお別れです。ここまでのお相手は小原好みでした。来週のこの時間も心置きなくおしゃべりしましょう。バイバイ。あ、見つかっちゃった。しー、ここだけの秘密だよ。話して。あ、見つかっちゃったっていうのは言ったこと